ロシアへの経済制裁は効いているようです。お疲れ様です。パーソナリティのアスカです。動画をご覧いただきありがとうございます。さて本日のテーマは、ノーベル経済学賞受賞学者が断言、ロシアへの制裁は成功しているをお送りします。今回のロシアへの経済制裁は歴史上初めての成功例になる。ロシアに対する経済制裁について一部では効果がないのではと言われていますが、実際にはかなり効果が出てきているようです。現在 IMF や世界銀行のエコノミストを務めているノーベル経済学賞受賞者ポール・クルーグマン氏は2022年8月2日付のニューヨークタイムズへの寄稿文で、ロシアへの西側諸国による制裁は輸出制限ではなく輸入制限により予想外の形で大きな効果を発揮していると指摘しました。クルーグマン氏によると、経済制裁を受けていても物を売ることについてはロシアは影響を受けていない。しかし物を買うことについては極めて大きなダメージを受けている。西側諸国はこれまでロシアからの輸出を制限させることに固執してきたが、実はロシアの輸入を制限したことの方が効果的だと判明した。国際企業が何百社も撤退したため、ロシアでは日用品や生活雑貨、家電などを購入することが困難になっている。それが経済の循環を阻害し、ロシアの工業生産量と国内総生産を悪化させ、大混乱に導いているのだ。過去の歴史を見ると、軍事行動を伴わない経済制裁は成功したことがない。しかし今回のロシアへの経済制裁は歴史上初めての成功例になる可能性が高い。西側諸国は今後の効果に希望を持てるだろうとのことでした。ウクライナ侵攻以来、西側諸国はロシア産エネルギーを購入しないことと、ロシア産エネルギーの価格を下落させることを目指していました。それによりロシアの戦費調達を妨げることが目標だったのです。その狙いはなかなか功を奏しませんでしたが、ここへ来て世界的な原油の値下がりが始まりました。これによりロシアのエネルギー価格も大幅に下落するでしょう。西側諸国の経済制裁はさらに効力を発揮しそうです。またロシア国民たちもそうした経済制裁への実感を徐々に感じ始めてきているようです。現在ロシアではスターバックスコーヒーの店舗がスターズコーヒーに、マクドナルドの店舗がフクースナイ・トーチカという名前で独自に運営しています。一見するとそうした国産化により問題がないように見えますが、長期的には厳しくなっていきます。見た目はそう変わらなくても、材料の調達などは今までのルートを利用できないので、以前ほどの品質と価格でサービスを受けることはできなくなります。さらにスーパーでは品不足こそ解消されつつありますが、食材の価格は数十パーセントレベルで上昇しており、このままの状況が続けば国民の生活は困窮していきます。ロシアによるウクライナ侵攻から半年が経ちましたが、これが1年、2年と継続していくとすれば、ロシア国民の中で生活ができなくなってくる人々も急増していくはずです。そういった点から見ても、西側諸国による経済制裁は確実にロシアにダメージを与えていると言えます。こうした状況には日本からも多くの声が寄せられましたのでご紹介します。日本の反応。ロシアが最新鋭の戦車 T-14 や戦闘機スホイ57の納期が遅れに遅れ、数台しか存在しないのは西側から全く部品が入ってこないから。ロシアが国としてなくなることはないかもしれないけど、産業の維持発展に必要な物資を制限されれば国際社会から取り残され、ただ単に資源を安売りするだけの国になるだろうね。今年の冬、ロシアのエネルギーに頼らず欧州各国が冬を越してしまえば、ロシアの命運も尽きるだろう。ロシアは食料自給率も 100% 以上だし、原油生産も自国内で行えるのだから、国民が飢えるようなことはまずない。だけど、現代の戦争は高度な IT 機器をどれだけ使いこなせるかで勝敗が決まる。西側諸国が大規模な武器援助を続ける限り、ロシアの勝利は難しくなるだろう。それに経済制裁がじわじわと効いて効果を表すから、徐々にウクライナ有利な戦況になりそう。それとともに、ロシア経済はどん底に落ちていくだろう。経済制裁は西側諸国が直接戦争するより、安全で、人的損耗もなく、確実にロシアを追い詰めていくね。欧米から購入できなくなった物品を、ロシアは中国から購入しようとするだろうね。特にロシアが焦って手に入れようとしているのは、半導体だと思う。精密誘導兵器に使用していた欧米製や台湾製の半導体を
今ロシアは買えなくなっている。これは致命的だ。設計を変更すれば中国製の半導体でも理屈の上では代替できるはず。ただしその変更作業には突貫工事でも1年以上かかる。しかもアメリカの諜報機関が見張っているので、諸々の作業を実施することも、中国が兵器向けの半導体をロシアに輸出することも困難。アメリカの輸出管理法に引っかかったら、ロシアへ輸出している企業はアメリカ企業と取引できなくなる。そんなリスクをまともな中国の大手企業が取るわけがない。やってバレたらファーウェイと同じ運命になる。だから中国企業ですら大手はロシアから撤退を始めている。最もアメリカ企業と取引のない無名企業は山ほどあるから、そういうところはロシアに輸出するかもね。ただ粗悪品が多いからほとんど役に立ちそうにないけど。ロシアの貿易は大雑把に言って原油価格の大幅な下落の影響を受けて輸出はガタガタ。そして輸入も半減。輸入が減っているからかろうじて貿易黒字にはなっているけど、これは不況型貿易黒字というものらしい。国内経済が縮小していることを示すもののようだ。物を作る材料は買えないし、消費物資も輸入できない。そりゃもうダメだと言われるわけだ。ロシアはウクライナ侵攻の戦費調達も国家予算だけでは確保できず、積立金や埋蔵金などを取り崩している。一つの例として、年金資産は昨年9月1日には約14兆ルーブルあった。ところが今年の7月1日には10.77兆ルーブルにまで激減。日本円に換算すると7兆円以上も減少している。今の規模で4年も進行し続ければ、年金資産は蒸発してしまう。社会が崩壊し、経済が崩壊し、そしてロシアという国家自体が瓦解するだろう。世界はその時を待っているよ。半導体は日米韓対で世界の8割のシェアを持っている。だからロシアでは制裁によって最新鋭の旅客機さえ部品供給のために分解され始めている。やはりロシアにとって致命的なのは輸出できないことではなく輸入できないこと。このままいけば兵器が不足してロシアは終わるだろうね。人間にとって一番困ることは飢えること。ロシアは資源や穀物の輸出国ですから、なんとか国民を食べさせていけるかもしれない。けど中国はひとたび世界から経済制裁を受ければ国民は死に直面する。だから共産党指導部はロシアを支援して共倒れするよりも中国が単独で生き残る道を選ぶと思う。そうなるともうロシアに味方は誰もいなくなるだろうね。中国の経済の源泉は日本や欧米との貿易であり、ロシアとの貿易は10番目にもならない。欧米諸国が中国にロシアを選ぶのか、世界経済とのつながりを選ぶのか、と迫れば、中国の答えは明らかだろうね。中国人はメンツは建前で、本当は超現実的な思考をする人たちだから。お金があったとしても、ロシアには質のいい民生品を作る能力がない。プーチンは自国内の産業を育てるより、手っ取り早く西側の商品やサービスを入れることで、国内の見せかけの発展を作ってきた。それが西側からの制裁を受けてガラガラと崩れていく。便利な暮らしや美味しい食べ物に慣れてしまった都市部の人たち、その不満をいつまで抑えられるのか。国内からの戦争終結への動きが一気に出てくるかもしれないな。航空機では共食い整備を行わざるを得ない状況で、また車の生産は8割低下している。しかもエアバッグや ABS などの安全装置が装備されていない車しか製造ができずにいる。半導体や工作機械が禁輸され、ローテク製品しか製造ができない。つまり制裁は効いているということだ。しかも400万人を超える富裕層、インテリが祖国を見限り出国している。これではロシアという国は跡形もなく衰退するしかない。クルーグマン氏のロシアは物を売るのには問題ないが、物を買うのにはかなり問題があるという意見は的確だと思う。実際半導体を買うことができずに苦労しているみたいだしね。ことあるごとにロシアが経済制裁の緩和を引き出そうとすることからも、やはり経済制裁は効果を発揮していると見るのが妥当。プーチン大統領こそがロシアを滅亡に追い込む悪魔。プーチン大統領は国家が統制できる石油や天然ガスの採掘に注力して、国内での製造業の育成をおろそかにしてきました。その結果、採掘した石油や天然ガスをパイプラインで輸送するためには欠かせないタービンや、ロシア軍ご自慢の精密誘導ミサイルの製造に必要不可欠な半導体などを輸入に依存する国家にしました。つまり今回の経済制裁によって厳しい状況に陥っているのは
プーチン大統領の政策が大きな原因と言えるのです。まさに自業自得ですね。このまま西側諸国は経済制裁を続けていき、ロシアがウクライナから早期に撤退することを目指してほしいところです。あなたはこうした西側諸国による経済制裁の効果についてどう思いますか？ぜひ意見や感想をコメント欄にお寄せください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またあなたとお会いできることを楽しみにしていますね。